武蔵野市住民投票条例案に佐藤正久氏。これはダメ。中国からすれば格好の的。がネットで話題。内容はこちら。武蔵野市の住民投票条例案に佐藤正久氏が警鐘を鳴らしているようです。では、佐藤正久氏の発言を見てみましょう。佐藤正久。これはダメ。中国からすれば格好の的。やろうと思えば、15万人も武蔵野市の過半数の8万人の中国人を日本国内から転居させることも可能。行政予備会も選挙で牛耳られる。実質的参政権、懸念拭えず、武蔵野市の住民投票条例案。こんな条例案、絶対にやりえませんよ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。まあそうなったら取り戻せないな。これが可能になっちゃうんだよな。バカなことすんなよ。浅はかなのか、そこが狙いなのか、どちらにしても考えなしです。これが可決されてしまったら、武蔵野市はとんでもないことになるでしょう。次はこちら。中国共産党の敵を内側から壊すやり方やってますね。香港と同じになりますよ。恐ろしい。次はこちら。そうです。絶対ダメです。武蔵野市だけの問題ではありません。必ず今後は地方参政権に進むと思います。武蔵野市でこのような前例が生まれてしまうと、他の市町村でも、どんどん同じような条例案が可決されていくでしょう。最後はこちら。全くその通りです。ワンルームの賃貸マンションの一室に数万人の住民票登録も可能です。武蔵野市役所の職員も対策を考えなきゃいけない。武蔵野市民の方々は今どのような気持ちなのでしょう。結論。今回のこの問題は、武蔵野市長である松下玲子氏が、選挙時にこの住民投票条例案をはっきりと訴えず、公約にも大きく記載していなかったことが一つ。もう一つは、市民が政治に興味を持たないことが原因だと思います。いくら市長を決める選挙でも、誰がなっても同じという安易な考えを捨てることです。今後このようなとんでもない市長が生まれないよう、おのおのがしっかりと市長を見定め、票を投じなければ、今回のような惨事は繰り返されることでしょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。